はい、どうも、なおちんです。さあ、今日もドラクエ10やっていきます。チャンネル登録、高評価をよろしくお願いします。それでは、行きましょう。さあ、今日は絶対に受けてほしいクエスト、紹介します。場所なんですけども、ラッカランのメダルオーナーの館、2階ですね。そこの、入ってすぐのところにいる、この女性、話しかけてみてください。そうすると、これ。クエストナンバー20。装備袋超整理術。このクエストを受けれるようになります。やっていきましょう。クエストを受けましたら、ここに来てください。王都、神春向北。その、ここですね。武家屋敷のちょっと下のところ。まあ、クエストを受けると、この黄色い丸の印が出るので、わかりやすいですよね。家の中には、マトイというこの女性がいるので、この人に話しかけましょう。話を聞きましたら、また移動します。ここですね。メギストリスの都の、ここ。この辺りですね。家入りましょう。家の中に入りましたら、2階に行ってください。2階にこの子供がいますので、この子に話しかけましょう。話を聞いた後はここギルザット地方に来てください。そして敵を倒します。このモンスターですね、アラクレチャッピーっていうモンスターがいますので、こいつらを倒してください。あ、出ましたね。特別金庫の鍵を落としました。ゲットです。鍵をゲットしましたら、次はここドルワーム王国のゴールド銀行。左側にいるキャラクターに話しかけてください。渡します。そうすると赤い小瓶ゲットです。赤い小瓶をゲットしましたら、ここに戻ってきましょう。メギストリスの都上層ですね。先ほどの家です。子供に渡しましょう。手に入ったよ。そしてもう少しで終わりですね。ベリナード城下町来てください。まあ、印が出てるので分かりやすいですね。神父さんの横にいるキャラクターに話しかけましょう。そして次、ブーナー熱帯雨林のこのマークのところですね、端っこになります。この石碑でございますね。調べます。ワクチンの袋ゲットです。本日3回目ですね。戻ってきました。メギストリスの都上層の子供のとこ行きます。ワクチンを渡してあげてください。はい。それでは次、ラッカランの一番最初のキャラクターのところですね。メダルオーナーの館の2階です。教えてあげましょう。装備品収納のコツをつかんだ。装備品を200個持てるようになったですね。これはね、後々必要になってくると思います。最初のうちは装備品って結構売りまくるでしょ。で、後の方になると集め出すのよ。その時に、必要になってくると思うので、これ絶対に取るようにしてください。はい、ということで今日はクエストナンバー20、装備袋超整理術やっていきました。行く場所がね、とにかく多いんですよ。いろんなところをうろ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 しなきゃいけないので、まあぼちぼちやってみてはいかがでしょうか。ということでまたやっていきます。チェックをよろしくお願いします。そしてチャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。